る宇宙。ソロモンを接収した連邦軍は、その名を優勢に見えた連邦軍だったが、アムロ、どうした？いえ、そうじゃないんです。変？そりゃ、謎のサイコミューという技術を使い、無線誘導兵器成果を確認して帰還したシャアは、キシリア・ザビ、ザビ家への復讐心はギレンス、己を自分の手駒としようとするキシリアの意図に気づきながらも、まず艦隊特攻をかける。はい。今日から私は大佐。そりゃそうだろう。ララーの方が優れているのだ。はい大佐。今日か、うん、ありがとうございます。その頃、連邦軍もようやくエルメスの存在、俺たちが連邦の無能な官僚、カイさんの言うことは正しいと思う。人間は環境に従って変化していく能力は持っている。ソロモンの亡霊ってやつか。行きますよ。見えるぞ。やるしかないんだ。援護お願いします。お前の勘を信じてやる。サラミスが落とされました。どなたか救援に向かいませんか。呼んでいる。そうか、これか。とんがり帽子の付録。なんとか全滅は免れたか。モビルアーマーが頑張ってくれてる間に、俺たちは木馬をいただくぜ。何？ホワイトベースが囲まれただと？わあ、大丈夫だろうな。俺たちの帰るところがなくなるんじゃねえだろうな。白い悪魔が来たか。シンクの稲妻が相手になっている。来た、シャアだ。一緒にされちゃ困るな。おお、シンクの稲妻が出ている。ならば我々はこちら側を叩く。何なんだよ、シャアが二人いるみたいじゃないか。手強いですね。動けよ。俺としたことが、キマイラ隊の名が泣くな。ありがとうアムロ。それにハヤトも。おいおい、俺は？もちろんカイさんもです。
たなガンダム。大佐、どいてください。邪魔です。そうか、コントロールを。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。シャア、それがとんがり帽子だな。あれが邪魔をする。チキショウ、もろに食らっちまった。あなたの来るのが遅すぎたのよ。なぜあなたは今になって現れたの。あなたはこんなに戦えるじゃない。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。ララは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。たったそれだけのために。それは人の生きるための真理よ。私はあなたに出会ったのかしら。運命だとしたらひどいもんだよな。残酷だよな。あなたと出会ったからってどうなるの。どうにもならないわ。どうにも。出会えば分かり合えるのになぜこういう風にしか会えないのかしら。あなた、私にとって遅すぎて。僕にとってあなたは突然すぎたんだ。人同士ってこんなものなんだよな。なら、ヤツとのざれ言をやめろ。カナを手放すわけにはいかん。昨日までの感覚はまるで違うぞ。さあ、さあ、バトル！大佐！ララ、ララ！アムロとララーの戦場における感応は人の確信を確かに表すものだったが、人は変わってゆくわ。そうだよ、ララーの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とこうして分かり合えたんだ。アムロ、僕は取り返しのつかないことをしてしまったんだ。今の私にはガンダムは倒せん。ララ。ララーの存在は人の可能性を強く示すものであり、アムロたちの思いとは関わりなく前へ進んじゃダメだ。光と人の渦が。コロニーを転用した大口径レーザーは連邦軍司令レビルとジオン本国サイド3を攻略しようとしていた